こちらのニュースでございます。タイトルかもしれない。武田鉄矢がガーシー擁護、宮迫と同レベル。ひどいタイトル。これひどいですね。これひどいタイトルだ。俺言うのも躊躇するぐらいの。なんかさ、ひどいなこれ。前参院議員のガーシーこと東谷容疑者に対してまさかの擁護発言が相次いだと日刊現代が報じています。現代によると口火を切ったのは元お笑いコンビ雨上がり決死隊で現在は YouTuber の宮迫博之だと紹介、はい、そして宮迫に続いたのは26日にワイドナショーに出演した俳優武田鉄矢で、人の悪口を言っただけ、公には言わない、言ったそれだけの差で国際指名手配、パスポートを取り上げるなんてパスポートを取り上げられるんですか、どう考えたって法の計りがあったら合わないですよと持論を展開したと記事では伝えています。現代によりますと両者の発言にネットでは非難の声が集中しているそうです。知らん、全然本人全然気づいてないけどな。本人にはほぼ届いてないですけど。いい加減にしろよ。いや、そうやね。いい加減にしろ。いや、ね、武田さんは なんとなく擁護というか、うん、なんか罪重すぎないっていうだけなんで、俺に至ったらお母さんかわいそうってだけだからね。ガーシーのことは一切擁護なんかしてませんから。ひどいですよね、この前。なんやねん、宮迫とって俺同レベル。なんか下に下がってきたみたいな。なんかひどいですよ、何されても最後宮迫さんの名前出されて。そんなに嫌われてる。いやいや、もうありがたいですよ、名前出していただけるのは。結局、もうこの番組で扱ったトピックでね、いろんなその雑誌等とか、いろんな媒体で扱ってくれたら、やっぱこの番組的にはいいですからね。はい、トースポさんとか日刊現代さんが書いてくれて、はいはい、その記事を見て実際番組で何言ったんだろうってことをアーカイブ見てくれるじゃないですか。いや、そうなんですね。ありがたい話なんですよ。今日も書いてほしいんで。そうちょっとガーシーさんどうなんですか。ガーシーさんどうなんですか。ガーシーは全然擁護してないです。アンチの方ガンガン来てください。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。